ソペダンやつ。ちょっとアクションって何？おい死ぬな。エイハブ。エイハブ。歩いていこう。立ち上がるには姿勢変更ボタンを。悪い夢を見ていたよ。さあアクションボタンで何？こうですか。夢か。はい、おとなしくついていきます。ごめんなさい。ケツにぶつかったんだ。前の下もダメだな。だからさっきやられたんですね。下行ったから。おい、こっちだ。さあ入って。チースチースチース。すみません。みんな落ち着いてくれ。指示があるまで待機しておいてください。どうなってんだよ。状況はわからないけど。なくしてしまうと。あ、落ち着いてください。大丈夫ですので。前が動かねえんだ。ちょっと。ケツじゃねえ、ケツじゃねえから。スネークの体ってまだね、いろいろ刺さってるままなんじゃないんですか。大丈夫ですか、こんなに動いて。そんなみっともないスネーク見たくないですよ。早く戦いたいですね。スニークミッションですか。
いすぎたらもういいでしょ。これは危ないでしょうね。多分前のやつが来るんじゃないですか。寝ている人に発砲しているんですか。いたか。いない。ここに逃げてきた。よく探せ。確認が雑だったから怒られてまた戻ってくるパターンですか。スネークならこのくらい倒せると思うんですがね。どこ？あそこ。ここは見つかる。下に紛れていこう。うつ伏せになれ。匍匐で移動するんだ。俺の右腕が前に消すんだよ。死んだふりだ。はーい。やたらに発砲するのは欲明で、そいつは素人の動きだ。え、それ RPG。 またあんのかい。ケツさん漏らしてるの？あ、違った。ごめんごめんね、ケツさん。スプリンクライダー。
我々を探しに来た。こっちだ。騎兵とはまた違うんだ。注意ください。女性のヘビジャイアンに落ちるだと。ケツスネーク見てるだけでも熱いよ。後々にボスとして出てきて、またこうやって倒せみたいな流れになるんでしょうね。これはテナカ、止まって手当てしろ。止まるんだ。って本当何を押せばいいんでしょうね。さっきはずっとバツボタンを押していました。階段で降りよう。なさすかな。じゃあ行こうぜ。捕まって、ありがとうよ。もしかしてもう早々と。構えボタンで構えたまま攻撃ボタンを押せ。消火器を狙え。構え方。当たらない。見たか、これが FPS で使えるな。そういう、ちょっと待って、ケツさん。ケツさん待って。ボタン、上手すぎるかしら。上手をして構えて、まあ、どちらかのボタンを外してる。でもあの L2 で構えて R2 で撃つ。ケツさんを振る。ごめんケツさん。まさか一撃で死ぬとは思いませんでしたよ。別に何発も撃つつもりはないですよ。
歩きしかなかったんだ。これが本来の私の力ですよ。サブマシンガンがありますね。弾数は少ないですね。まだまだ40発以上残っている方がいいですね。武器の切り替えができないんですね。まだできないということでしょうか。またさっきのやつがいるのか。俺がおとりになる。後ろから近づいて CQC できないんですかね。どこどこ危ない危ない。で、壁にこう隠れるみたいなアクションないんでしょうかね。探せ。ゴーゴーゴー。おっと、まだ生きてるか。まだ敵はいますか。目的地がわからないですよね。危ない。ここに敵はいないぜ。危ない。スニーキングミッションじゃあもうなくなってますが、
こにいるんですか。片付きましたね。